マリーンスクは、ロシア連邦のケメロボ州北東部、マリーンスキー地区に位置する市である。ケメロボの中心部まで178キロメートル。帯川の流域、チュリム川の支流であるキーヤ川の左岸に位置する。地勢は平坦で、気候は大陸性のため年間平均気温は低く、摂氏0.1度である。チュルク号を話すチュリム川タタール人の集落であった。当時は、 キーヤという名前で、一説によると、銅や川、また別説では、石の多い斜面、崖を意味する。その後、1698年に、ロシアの村となり、モスクワから続く街道上にあった。1856年に死に昇格した後も、キーヤという名であったが、1857年に、アレクサンドル2世の日、マリア・アレクサンドロブナに敬意を表して、 マリーンスクに改名した。1891年の夏には、シベリア鉄道の建設の視察に、後のニコライ2世が皇太子として訪れた。マリーンスキー地区は主に中央、ロシアやウクライナから弾圧を受け、シベリアに移住してきた人々によって形成され、彼らのほとんどが農業に従事していた。1858年に3671人だった。 人口は1897年にはおよそ8500人に、1913年には14000人以上にまで増えた。それに伴ってマリーンスクは貿易と輸送の要衝となり、1895年に駅が開設されると、ンガ、陶器、醸造、石鹸等の売り上げは2万ルーブルに達した。また付近では少量ながら砂金が算出し、 1897年までの70年以上に、わたって2800ポンドが生産された。様々な宗派の境界があったとされているが、そのほとんどは1917年以後に破壊された。1984年9月18日にマリーンスクの南西 50km の地点において、地震探査を目的とした1 0トンの平和的核爆発が行われている。 主に農業が中心であり、他にアルコールの生産や鉄道関係の産業がある。また、砂金やレンガの生産に使用される粘土、冷炭なども産出する。ロシアの文化遺産にも指定されている上流所ロシア連邦道路 P255 やロシア連邦道路 P400 が通っているほか、クラスのヤルスク鉄道支社のマリンスク駅がある。美術館や博物館がある。 2007年9月15日には、使命の由来ともなったマリア・アレクサンドロブナの記念碑が、できた。また、2009年10月23日には、1914年にマリーンスクに作られ、現在は、トムスクの博物館に収蔵されている、アレクサンドル2世の胸像をモデルにした胸像が、再び設置された。ありがとうございます。